中村智也と森七と最高の教師の夏ドラマ評価を爆上げした3人の俳優。最強ビバントの影で輝いた才能、ア視聴率で総括。坂井正人49主演のビバント TBSK を筆頭に多くの夏ドラマが放送された7月クール。現在。 テレビ各局は13から49歳のコア視聴率を最重要視しているが、ビバントの最終は9月17日はコア10.1%ビデオリサーチ調べ関東地区というまさに異次元の数字を叩き出した。この数字は1週間に放送された全局の全て番組の中でも断トツに数字になる。言うまでもないですが、 7月クールの連ドラで世帯視聴率、個人総合視聴率、コア視聴率の3つとも、ビバントが断突1位でした。酒井さんを筆頭に全員主演クラスの俳優ばかり名を連ねていたし、モンゴルでの2ヶ月半ものロケを観光する圧倒的なスケール感、一話の制作費が1億円とも言われた予算面もあまりにも規格外。放送前から期待値も高く、 その通りの結果を残しましたよね。残した結果はものすごかったですが、そういう意味では驚きはそこまでなく予想通りとも言えます。一方で、ビバントには負けましたが、出演ドラマの内容、そして演技が好評で、全出の小し調率も良い結果が出て、評価が爆上がりした俳優も多かったですよね。ドラマ制作会社関係者。今回は、 話題作の最終話のコア視聴率も評価点に入れながら、評価を上げた3人の俳優を徹底分析する。